弊社の名前をちゃんと言えますか。はい。あ、じゃあ言ってみて。いいえ。君真面目に答えてくれるかな。わかりません。これ凄まじいですね。5人兄弟の末っ子で、兄弟は全員父親が違うなんて。先生の名前は上嶋大吾と言います。神様先生、よろしくなのよ。トイレ借りてもいいですか。あなたがバケツくん。想像以上のルックス。あの子、電車の乗り方もわかんないじゃない。全部介護の仕事ですか。こっちの彼にもできますか。ご両親はお元気。はい、元気かもしれません。ほんとあんたバカだね。厳しくしつける。バケツは犬じゃないんです。バケツは僕が引き取ります。そんなのめちゃくちゃ。あなた何にも分かってない。ずっとあいつのためを思ってやってきたんですけど、そうじゃなかった。財布を盗んでるところに見たって人がいるんだ。どうしてそこまでバケツくんにこだわるの。自分でもよくわからないんです。いなくなってよかった。僕があいつに助けられてたんです。バケツ。天国地獄どっち行く。やっぱり天国行きたいよ。